聖イエス会。聖イエス会は、松田康春が代表を務める日本の宗教法人である。1946年1月5日、大月武次によって創立され、現在、京都宗京区に本部を置くプロテスタント系のキリスト教団とのこと。大月武次。1906年6月26日から2004年9月10日、教団内では、霊父及びファーザーを名乗り、 現在に至るまでこの通称で呼ばれている。1906年6月26日現在の京都府綾部市白道路は、掃除に、父、聖太郎、母、鶴野、四男二女の次男として誕生。1922年2月4日、同志社にて金森通林より受選。1932年、ホーリネス教会聖書学院卒業。赤尾筆子と結婚。 1938年1月9日19時頃、法廷清潔協会の台所でランマを見上げ祈って、いると突然とこと、ロゴスという、燃えるような赤い発光体が現れ、唇に触れ体に入りないにどまった、本人団。大月はこれを神との出会い及び神のうち、重体験とし、以後このうち重体験こそが、キリスト教における、唯一の真の神の救いであると説くようになる。 1936年、日本ホーリネス教会の伝道師であった、大月武次は、信用での開拓伝道の任命を受け、法典清潔教会に赴任。1938年1月9日、虚名による精霊のバプテスマを体験し、キリストの内獣を確信するに至る。以降、大月の祈りによって、活発に聖書に書かれているような神家が起こるようになる。その中には、 死者の復活も含まれているとされるその後、大月は一旦帰国。1940年、牧師安守礼を受け、翌1941年東亜伝道会から、再び、中国へ派遣される。同年11月の大連での神家集会から、リバイバル運動のうねりが起こり、中国全土に、一大センセーションが巻き起こったとされている。 聖イエス会の記録によると1942年7月24日の旅順審議改正会までの9ヶ月間で228回の集会が開かれ、神への恩恵に預かった者の,の数は8025名に上った。一方、時を同じくして日本では清め教会が国家によって弾圧を受け、1942年にはいわゆるホーリネス教会弾圧が起こり、 多くの牧師が投目されたが、大月は中国で殿堂に従事していたため難を逃れた。大月は1942年8月帰国、その後日本国内で巡回伝道師なり、全国からの招平を受け、教派を超えて集会を持った。この時伝道活動を行った京都市、神戸市、平塚市、福山市、福井市などが後にイエ s 開発会の基盤となった。 大月はその後も長教派での活動の継続を考えていたが、1946年、神の導きを受け、聖イエス会創立を決意した。巨名による神との出会い、すなわち、聖霊のうち重体験は、聖イエス会の最も特徴的なものである。巨名を呼ぶという宗教実践を伴って神を礼拝する信仰は、大月によれば、 創世期にまで遡ることができる。ユダヤ教における神の御名に対する理解に関してはを参照。神の御名を呼ぶ行為は、旧神薬聖書全般に現出しているといい、特に次の聖句などを重要な例として挙げる。また次の聖句にあるように、原始キリスト教徒は、この名を呼び求める、者たちとしてられていたという。次の聖句などと合わせて、この習慣が、 原始キリスト教会に起源を持つものであるとされている。これらの聖句にある名を呼び求めるとはすなわち、大月の見出した十二の魚名を口に出して呼び求めることであるという。大月は次の聖句をもとに、神による救済、神聖はイエスを神の子唯一の救い主と信じその名前を呼ぶ行為の結果、精霊の内獣を体験することのみであると定めている。 還元すれば、イエス・キリストに対する正当信仰を公言し、その名前である、虚名を呼ぶ行為によってのみ得られる。精霊内住体験がなければ、死後の裁きから、間逃れ天国へ行ける保障イコール永遠命は、持てない、という内容である。そのため、信徒はまだ、救われていない、家族友人知人等に、精霊の内住を体験してもらうための布教活動を、行っている。具体的には、 神の名前、拒名を唱えることが、死後の裁きから救われるのための唯一の手段と伝えられ、聖イエス会の礼拝及び、信徒の個人の礼拝においては、必ずこの拒名が唱えられる。信徒になると礼拝への参加が義務とされる。大月はこの拒名による神との出会い、聖霊の内従が、聖イエス会独自のものであることを繰り返し強調し、真の救済、 神聖の手段は聖イエス界にしか与えられておらず、神から春別された少数聖英集団であること、各自が神から特別に選ばれた存在であることを自覚するよう促した。イエスが自身を唯一の神であることを示す者としての名前を宣言したことに関しては、お参照。聖書訳の変化による混乱もあり根拠は、 不確かであるが、世界に存在するクリスチャンの中で、大月武次だけが神の導きにより十二の御名を独自に発見できたとされ、このことが、教団の核となり、大月は預言者の再来として、初期の信者より崇拝されていった。その十二の御名は次の通り。なお、日本聖書協会の文語訳聖書における訳文に、異動がある場合、参考までに、 JL のが哀悼歌唱やその際を示す。1933年、大月が所属していた日本ホーリネス教会の監督であった中田茂春は、それまでに重要視されていた、神聖、聖歌、神家、再臨の教義に、キリストの再臨は、イスラエルの回復を通してのみ表するという教義を追加しようとした。日本ホーリネス教会では、この、 中田の主張を否定する者が多く、これに橋を発して、分裂を余儀なくされた。最後まで中田に対する忠誠を保った大月は、中田の主張をそのまま継承し、1938年、中国宣教寺の神との出会いの体験の後、より具体的な使命として、神から直接、次のようなビジョンを与えられたという。聖イエス会は、ユダヤ民族と異邦人が共に、 神の救済を経験し、両者によって構成される教会の完成によって、メシアの再臨がもたらされると信じ、その実現を教団の使命としている。しかしながら、イスラエルの救済といっても、他のミッション教団が行っているような、福音宣教活動を行ってはいない。過去キリスト教徒がユダヤ人に対して言ってきた迫害による傷を癒すため、無視の愛をいかにして表現するかが、 聖イエス会の関心事となっている。ユダヤ人との和解と調和のために、聖イエス会は多くの活動を行ってきた。以下はその例である。聖イエス会によれば、イスラエルの救済の後、聖書が言うところのキリストの再臨が起こり世界に、真の平和が確立されるという。大月の著書によれば、聖イエス会は、キリストの再臨の時期に関しておおむね観難期中。 景挙説をとっている。祭臨には二段階あり、寒南時代の半ばで、キリストによる景挙、空中祭臨と寒南期の最末期に、キリストの地上祭が起こると考えられている。20世紀後半の教団内では、21世紀前に、キリストの祭臨が来ると信じられており、それまでに、精霊の内住を体験していなければ、キリストの空中祭臨。 警挙の際に地上に取り残され、その後起こる第三次世界大戦に巻き込まれると固く信じられていた。そのためこの頃の教団の出版物には、再臨についての内容と救いの必然性がしばしば書かれており、特に自分の家族友人が警挙の恵みから外れることのないようにと熱心に伝道が行われていた。聖イエス会は、キリスト者は、キリストのごとく、 教会は、使と行伝のごとくを標語とし、神の御名によるキリストの内重体験に禁する、成果、進化を強調している。大月は、自らの生涯を通じた、愛読書として、例の参加、十字架の聖ヨハネ著、キリストに倣いて、トマスはケンピス著、聖フランシスコの小先花、フランシスコ会修道師著名を挙げているが、カトリック教会の聖人たちの生涯や著作物は、 キリストの謙遜と従順を学ぶための手本として重要視されている。また、東方教会や神秘主義の進学の中に見られる人間が創造主のに姿を回復し、神の性質の一部に預かる、いわゆる進化の進学を尊び、これを人間救済の究極的な姿としている。聖イエス会では、教会の理想の姿は、首都原稿録にあるという信念から、 使徒原稿録の初代教会で行われていたような神、家が現代の教会にあっても同じように起こることが強調されている。キリストは今も生きていて精霊のバプテスマを受けた人と共に働き神へを行い自分の栄光を表すと信じられ、集会の中で積極的に病人の癒しが祈られる。新約聖書の中で使徒ペトロのハンカチに触れた病人が癒された話や、 ヤコブ書きでは、神家の祈祷に、オリーブ油を用いることが勧められていることもあり、聖イエス会で行われる癒しの祈祷の際には、魚名が書かれた、ハンカチ、しばしば大月の直筆や、性別されたオリーブ油等が用いられる。大月は、教団の拡大に伴い、以前に属していた、ホーリネス教会の行政形態を参考として、教団の組織化を進めた。聖イエス会では、 教団組織の執行責任者として、死牧が置かれる。また、教団の事務を総理する者として、代表役員が置かれる。代表役員を含む4人の聖職者によって、構成される聖職者責任役員を、長老王と呼び、死牧を補佐する。責任役員会が決議した議案について審議する、機関として、代議員会が置かれ、聖職者24名、信徒24名から構成される。 また、必要に応じて、会の運営に関して、助言を行う、顧問を置いている。現在104の教会があり、聖職者は私牧によって、それぞれの教会に任命される、監督制助任制度。また、21の教区があり、教区内の各個教会間の協力の場となっている。教区長は私牧によって任命される。以下、全国の教区、北海道教区、 東北教区、北関東教区、関東 A 教区、関東 B 教区、東海教区、中部教区、北陸教区、京都教区、大阪教区、山陰 A 教区、山陰 B 教区、山陽教区、四国 A 教区、四国 B 教区、東中国教区、中国 A 教区、中国 B 教区、九州教区、沖縄教区、海外教区。聖会における 信徒とは、使と信条を告白し、バプテスマ、洗礼を受け、教会の定めた信徒の義務、献金、礼拝を行うもので、信徒名簿に記載されたもののことである。現在約5000人の信徒がいる。聖イエス会では、子供に対する教会学校の活動も活発に行ってきた。原則として、幼児洗礼を認めていないため、教会学校生徒は、信徒とはみなされない。 生霊のバプテスマを体験した子供は、中学校を卒業する年齢になり、自分の意思で信仰を告白できるとみなされた段階で、洗礼を受け、信徒、正会員となることができる。青年向けにも様々な活動があり、全国規模での大会なども開催されている。信徒には献金を及び教会での様々な役目を果たす、義務が課される。会が認定したもので、 聖職者名簿に記載されたものを聖職者としている。実績、実務年数、論文審査などを踏まえて、研修聖職者、補強士、正教師、牧師に認定され、任命を受ける。聖エス会では、洗礼と生産を聖霊点としているが、このうち生産は、牧師の称号を持つ者のみが取り行うことができる。聖エス会は、基本的には、万人祭説を重んじる。 プロテスタント教会の立場に立ちながら、かつ、聖職者が信徒と明確に区別している。聖イエス会では、聖職者が率先して、キリストのように生きることによって、信徒の手本となり、信徒に聖書を教え導き、ある意味で神と人との仲介者であるべきであると、強調されている。聖職者はその多くが、教会敷地内の牧師館に居住している。聖職者養成機関として、 セイエスカイロホス神学院、京都府京丹波町を設置している。修行年限は聖書家2年、神学家は4年である。大月は聖職者の育成と訓練に並外れた労力を投入した。大月は保守的な福音主義に立つ聖書教育に加えてカトリック教会の修道院の伝統に見られる要素を取り入れた。ロゴス神学院の教育の根底にあるのは聖職者が もう一人のキリストとなる聖人への道をたどることである。神学院では一般的な聖書教育とともに、霊的修練として、共同生活の中で修道院の伝統である製品、締結、従順を学ぶことが奨励されている。共同体のついたちは学習、勤労、沈黙などに分かれているが、その中心は祈りと礼拝である。 その他の特徴的なこととして、精神修練の一環として、佐藤などの日本の伝統文化に接する機会も設けられている。また、新学院の敷地には、大月の趣味であった簡素な日本庭園があり、木想しながら散策できるようになっている。全寮制で、授業料や生活費の一切は、教団、信徒による学院献金その他の献金が端子運営している。 出版事業として事務局の所轄の元ロゴス社が設置されている。電動用トラクトとして、武道樹、機関紙として、ことロゴス、シビトなどの定期出版物と、その他の不定期出版物を出版している。その収益はロゴス社の出版事業に充てられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。